どこに？幽霊じゃないわよね。ん？何その腕？何があったか教えてくれるわよね。ゼルダ様とあんたはハイラル城の調査に行ったのよね。そしてその地下深くでミイラを見つけた。それは目の前で目覚めて、ゼルダ様は地の底に消えちゃった。城が浮いたり遺跡がたくさん降ってきて大騒ぎだったのはその時だね。そしてあんたは浮島に、ミイラについてた右手が守ってくれたってことか。それから変な奴にプルアパッドを渡されて、その右手はラウルって人のものだった。マスターソードは消え、ゼルダ様の声を聞いてここにたどり着いた。
うん。うん。
もう。
Yeah.
お。Thank you.